はい、こんにちは、工藤優也です。今回もですね、古典の手品をやってまいります。今回は、シカゴオープナーと呼ばれる手品をやります。アル・リーチという人が、1950年代に作った、作品です。元々のね、ですね、作品の名前は、レッド・ホット・ママという名前だったらしいんですけれども、本当は、フランク・ガルシアという人によってですね、シカゴオープナーという名前で、有名になったと、ということらしいです。で、この作品の素晴らしいところとしてはですね、コストパフォーマンスっていう表現がいいのかどうかわかんないんですけれども、コストパフォーマンスが優れてるなって思っております。どんな手品かというとですね、いわゆるカード当ての手品なんですけれども、一つのですね、こうエッセンスを入れることによって、普通のカード当てではない、ちょっとした変わった当て方になっていますし、しかも最後にちょっとしたドラマが待っているというところがですね、たった一つのアイデアによって、とてもいい効果が出ているっていうような作品になっています。で、具体的にどんなのかっていうとですね、ちょっと、先に見ていただいた方がいいかなっていう気がするのでですね、まずは見ていただこうかなと思います。で、またですね、今回は本当はお客さんがいるといいんですけれども、また今回は私一人で、撮っています。一応不正はしていないので、ご了承ください。っていうのとですね、別に友達多い方ではないんですけれども、まあ一切ないっていうわけではないので、その点も、ご心配なさらずにお願いします。はい、それではご覧いただきます。どうぞ。はい、一組のトランプを使います。まずですね、まず1枚お客さんに何でもいいので1枚選んでいただきます。例えば今回だと、どうしましょう、この辺りにしましょう、スペードのクイーンですね。さあ、このカードをですね、トランプの中に戻しまして、今真ん中のどこかに入っている状況ですけれども、今から探します。ちょっと変わった方法で。今何が起きたかというとですね、選んでいただいたカードの裏の色が変わりました。ちょっと見てみましょう。こう見るとこれ1枚赤い裏のカードが、ありますけど、選んだカードはスペードのクイーンですね。もう一度いきましょう。もう一度いきます。もう一度、好きなところにストップと言っていただきます。例えばここで、このカード、選んだとして、覚えてくださいね。スペードのクイーン、はい、で今からもう一度いきます。これでですね、目につく赤いカードがあなたのカードです。ご覧ください。目につく赤いカードがあなたのカードです。これがスペードの。はい、いかがでしたでしょうか。はい、意外と現場でやっているプロの人は少ないのかもしれないですね。うん、で、とってもいい作品なのでですね、これからもし手品を始められるという方もですね、まず初期段階の一つの目標手品、目標作品としてこのシカゴオープナー、レッドホットママを目指してみるのもいいのかなと思ってます。で、こんな形でですね、今後もクラシックと呼ばれる手品を紹介してまいります。面白かったなと思える方はですね、グッドボタンとか、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。一説によるとですね、クラシックの素晴らしい作品の紹介よりもですね、ちょっと変わったヘンテコな手品に対して、悪戦苦闘している姿が、面白いっていう声もですね、ちょっとだけいただいておりまして、ちょっとヘンテコな、古典の手品に対しても取り組んでいこうかなと思っています。
で、以前ですね、挑戦したちょっと変わったヘンテコな古典のページなどの一つにですね、パンプルームファンタジーという名前がつく手品がありまして、その名の通りですね、ちょっとファンタジーな手品なんですけれども、それに、頑張って挑戦してみた、映像がありますので、下の概要欄かもしくはここら辺に、出しておくので、ちょっと気になる方はですね、そちらもご覧いただけるとですね、面白いかなと思います。なかなか変わった手品だなっていう感じがありますね。ということで今回は終わります。シカゴオープナーでした。